9月20日の土曜日はラグオたっぷり5時間55分ラブラクゴーゴーゴー。これは日テレプラスのラグオ番組、うん、ラグラクゴーゴー。今回はなんと5時間55分ぶっ通してラグをお届けしますよ。5時間55分でゴーゴーゴー。3時間33分だったら333。1時間11分だったらワンワンワン。それでは番組のラインナップを紹介します。まずは9月20日土曜日の夜8時からは、うん、ラクラクゴーゴー少子白紙の完全版。おお、この2人はいいね、うん、ほんと今ね勢いあって、うん、ほんと勢いあってね、脂乗ってます。太ってるし ね脂乗りすぎ、うん、お腹に、うん、お腹に、うん、さあ落語の演目は立川少子太鼓腹帯立て当月庵白紙天卓鶴です。ああ、もうお得意のネタですね。さあ続いて夜10時からなんとラクラクゴーゴー白鳥文左衛門の二人会。この2人はいいね。いいね、いいよ、うん、だいたい仲いいしね。そうそうそう、本当にね、近所だしね。近所だし、ね、そうそうそう、近所のスーパーでばったり会ったりするからね。するからね一緒に暮らしてるんじゃねえかと。いやいや、さあ、演目はですね、三遊亭白鳥がマキシムドローンベイ、そして立花屋文左衛門がチリドテチンです。やります。もうこの時の収録は楽しかったね。そう、お客さんもノリノリでね、ノリノリで盛り上がりました。盛り上がり超満員でしたしね。そうですよ、はい、さあそして夜11時からはラクラクゴーゴー京太郎彦一の二人会。この二人もいい、うん、本当に俺大好きよね、うん、2人ともこれ新作やってるね。新作やってる、ね、京太郎も珍しくね。演目は柳家京太郎、夜の海洋区林家彦一は影尾へ指南、それで彦一さんの写真を使ったコーナーもあるのでお楽しみに。もうあいつね、あの写真趣味ですからね。そうそう、本も出してるしね。もうね、盗撮とかしてますからね。いやいや、それしてない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 。京太郎も、もう白髪頭で貫禄あるね。あいつおじいちゃんだよな。うん、短命だね。短命かよ、死んじゃまずいだろ。見るなら今のうちです。今のうちですね、はいはい、さあそんでもって鳥居を取るのは夜の12時で楽々高校太平遊尺の完全版。ああ、いいメンバーでね。商店でおなじみの林家太平さんと三遊亭遊尺。遊尺、遊尺、この二人昔から仲良しだったよね。そうだ、ほぼ同期でしょ。うん、よくあのなんか歌舞伎のなんかやつやってた山崎街道ってさ、あね、この家やってくれますかね。やってくれんじゃないの。そうかな。さあ演目は林家太平金明地区に金芝居屋、三遊亭遊尺堪忍袋看板のピン。あ、俺この人の看板のピン教わった。教わった、うんうん、あ、そう。しかも銭湯の脱衣所で。銭湯の脱衣所で教わったの、遊尺から、うん、あ、いいね、うん、ね、大変。大ちゃんもまた禁酒本やってね、うん、お得意のネタですよ、うん、ね、さあ9月20日の土曜日はラッコたっぷり5時間55分ラクラクゴーゴーゴー。お楽しみに。